ダメだ。もう2連続、3連続ぐらいでもう時間切れ負けしてる。お前が後手だ。こんなんばっかよ。対局開始。もっとスパスパってやりゃいいんやろうけどな。スパスパってやるとね、とてつもなくやばい手を指してしまうんですよ。四間飛車。勝つまでやるってなるとほんまね、こういう感じになっちゃう。もうつかない。美濃囲い。へえ。ほう。そんな手が。桂跳ねれない？これ。4二角、4四角とか。銀出てみる。あら、マジか。桂馬いけないか、これ。いっちゃった。続いてみよう。どうなる。ここ受けるっしょ、さすがに。銀引くか。いや、でもここ取れるもんな。これ結構嫌じゃない。桂馬鳴っちゃって、桂馬鳴って取って角打って回って風なって、金か銀で取れるんか。なるほど。うまくいかねえか。先打つか。夜どうなんやろ。角なるか。これで銀も取れれば儲けも。どうなんですかね。消えると思うか。飛車で取るか。まあまあじゃないですか。これどうしようかな。銀出ようかな。阻止。あ、ちょっと待って、これ成桂がいかん。成桂が、俺の成桂が、我が成桂が、何してんだ。
ちょっと我がなり系がやられてしまいましたね。しかもなんかここに桂打って取って角とかあるんじゃねえか。なかなかやばいんですよ。7分ほむほむ取るか取るか。なるほど。なるか。これはなかなかいい感じになったか。どうしようね。角でも打つか。飛車取りだ。うん、ぶった切るのはぶった切るのはどうなんだろう。寄るか。と金を使っていく。取ればまあ角なっていい感じなんだけど、いい感じなのかな。これで角なり、まあなんか銀とか打つんか。それでどうするかやな。ああ、それは、まあ、切って、金打って、よし、セーフ。お前の勝ちだ。いやー、ヒヤヒヤする。ありがとうございました。